ケムチャンネルだ。今日は1月14日に行われる仙台連載であるね、剣王チャンネル公開収録 in 仙台のいろいろ決まったことをね発表しようと思って、はい、やるよ。あと1週間ですね。そう、あと1週間後ね、はい、スペシャルゲスト、ゲストを呼んだよ。おお、楽しみ。前回は新崎仁成選手、そう、はい、今回は、はい、こちら仙台ガールズプロレスリングの橋本千尋選手です。ギュンじゃないですか。いや、そうよすげえ。いや、それこそね、はいはい、田村様と谷さんのね、はいはいはい、チャンネルで、はい、俺何位だった、好きなプロレスラーランキング2位。そうすごいそうよ、すごい。いや、橋本を呼んでね、はい、剣王チャンネルの公開収録やろうと思って。いやー、これ盛り上がりそうだよね。でね、下見てもらったら分かるけど、はい、特別企画ね、はいはいはい、剣王 VS 橋本丸々対決だからね。ちょっと待ってください。戦うんですね。そう、これね、はい、前ね言ったじゃん、俺の好きな理由、はいはい、プロレスラーの強さを体現する女子レスラーナンバーワンだって。確かに、はい、いや、こいつは強いと思うよ、はいはいはい、でも俺も負けられない仙台連さんも大爆発するんじゃないの。なるほど。どんな対決なんですかね。いや、そう、それはまあ後々追って、はい、だけどプロレスの対決なのかもしれないよねシングルマッチ、シングルマッチ 1.13 で GH ヘビー級選手権、はい、周崎号を俺倒して橋本に臨みますよGH のベルトをかけてもいいよなるほど、その可能性もある、可能性もある、そう、そういう可能性もあるっていうことだね。いや、ただちょっと待ってください。まあ本当に何の対決するか分かんないですけど、剣王さんと橋本選手のその2人が並ぶだけでめっちゃ楽しみなんですけど、うん、そうだよね、はい、え、まず接点がまずないからね。俺がまだ道奥いる時に仙台ガールズにはいなかったからね、はい、あ、橋本は。そうなんですね。そうだから全然接点もない。だから激励だよね。激レア、本当だ。そうよ、仙台ね 1.14 ね、ぜひ見に来てもらいたいよね。本当ですね。これとなぜか橋本、これは楽しみ。そう、楽しみ。じゃあこの日はゲストが来て、ゲストが来て何をやるかというと、はい、こちらですね、はい、橋本千尋 VS 剣王ね、ナンバル対決ね、はい、でその後剣王じゃんけん大会を毎回のようにあります、はい、豪華賞品が当たる。そう、豪華賞品当たる、当たるやつ。ああ、まずあの賞品ね、はい、俺もう考えてんのあったの、お、発表しておきますよ。お、とりあえず一つは美しい合気道2冊この前アマゾンで購入しましたちょっと白川先生の本をプレゼントする。そうなるほど。いや、あれ見てもらいたいもん。剣王チャンネル見たらやっぱ白川先生すごい出てくるね。なるほど。そうだから見てもらいたいから買ってプレゼントしますよ、はい、だけど他にもね、他にもいろんなものが豪華品があると思いますので、その後はね、はい、こちら剣王橋本とスリーショット撮影会。おお、すげー。 2.4 仙台サンプラザの大会チケットを購入済みか、仙台連鎖ね、14日当日購入の方。ああ、なるほど、うん、仙台大会のチケットを買えば、うん、このスリーショット撮影会に参加できると。そう、この間に入ってね、剣王と橋本の間いや、まずなんで橋本がね、撮影撮らせてくれるんだっていうぐらいのビッグなサプライズだよね。これは珍しい、レアな。今後ないよ多分。ないっすよね本当ですよね、うん、そういうぐらいのレアなやつ で、はい、そうです、はい、これ書いてるけどね、はいはい、サイン会に参加可能と告示済みでしたが変更とさせてください。チケット持ってる人はね。そっか、仙台大学のチケット持ってたら、うんうん、今回はサイン会に参加できますよっていうふうに一回アナウンスしちゃってたんですよね。 そうなんです。それちょっと変更して、はい、もっとサプライズ起きたから、橋本が ね、 ね、来るからこのスリーショットのがもっとレアじゃん。確かに、 そう、はい、そっちのがいいなと思って。確かに、うん、あ、そうですね。そう、サイン会はまあ出ようと思ったらね、ここで書いてるけど、グッズ購入してくれたらサイン会もね出れるから。そうですよね、うん、まあ、この時は橋本はいないけど、はいはいはい、俺一人でやるサイン会だけどね、はいはいはい、まあ、チケット持ってる人はこの間に挟まれて、はい、剣王橋本千尋の間に挟まれて、はい、撮影可能です。ぜひチケット、はい、購入、ね、してほしいね、はい、ちょっとご了承いただければと、ね、はい、思いますので。俺なんてね、奇跡だな、こんなね、女子プロレスラーとねスリーショット撮影 OK あんましない人間じゃないですか。なるほど、俺自身もね、なるほど、橋本も剣王となんて撮りたくないよって思うけ ど、はい、でも
仙台のね、はい、プロレス熱を盛り上げるために、なるほど、橋本千尋もね仙台で拠点に頑張ってるから、ね、やって、はい、受けてくれるからね、はいはいはい、ぜひこれは期待するべきですね。そうですね、うん、最後剣を剣をサイン会、あのグッズ購入者の方にサイン会しますっていうこと、はいはい、あのグッズに書くか、はい、サイン色紙に書くか ね、 ね選べるからね今ね、はい、そうですよね、うん、そうこの、はい、前のね新崎さんとやる時もね、はい、すごいこう買ってくれて、いやそうなんですよ、 あれもね、あれだけグッズ買ってくれてね、嬉しかったよね。200人以上の列がね、うん、いやできたよね、ね、いやまたあの光景見てみたいな。今回はね、はい、あの日曜日だからね。そうなんですよ、そうさっきも言った、そうそうで、あの昼間にあるから、はい、東京からでも往復可能、そうですそうです、名古屋からでも往復可能大阪からでも往復可能だからね。あの今回の、うん、メニューとしてはこれで全部っていう感じなんですね。ところが、はい、もう一つ、はい、ボーナストラック的に用意したものがありますよ。はい、え？もう十分豪華ですけど。いや十分豪華なんだけど、もっと、はい、もう仙台を群げるべく見てくださいこれ。ボーナストラック、合気道の白川隆一先生とコラボ撮影。コラボ撮影公開収録だよね。なるほど、仙台というものを全部ねなるほど、なるほど、そう盛り込んで、そう白川先生も仙台で、あの道場をやられてるね、合気道の道場やって、はい、あの日本中じゃなくてもう世界中にね、はい、そうです、知名度あるね、はい、もう本当大先生、 大先生、そうが仙台にねちょうどいて、はい、なんかね普通に見に来てくれるっていうんだったらいやいやちょっとそれだったらコラボ撮影もぜひと思って、すごい、普段はねあの道場とかね、はい、でコラボ撮影やってるけど、はいはい、今回はライブハウスでコラボ撮影をするという、もう、うん、白川先生といえばもう剣王チャンネルの本当に準レギュラーというかね、もうレギュラーですからね、よく出てくれて、なんたって剣王スペシャルの生みの親だからね、そう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 、これをね、これこちらね、この技をね、うん、そうですよね、そう、これ何やるんですか剣王さん。いやそうなんだよね、はい、だからいろいろ考えてんだけどね、はいはいはい、やっぱ達人ぐらいになると、はい、なんすか合気道技でも、はい、ね、下受け身取れないじゃん、はいはいはい、だから相手を怪我させないぐらいで制圧できる技とかちょっと学びたいなと思って、あなるほど、そのさじ加減ができるのがやっぱね、あの各分野のスペシャリストじゃん、なるほど、相手を怪我させないけど制圧はできる、制止はできるという、なんかちょっとそういうのを学びたいなと思ったから、すごい、いろいろね、やっぱり合気道ね、世界中にね、はい、この前も台湾に、ね、教えに行ったぐらいとかね、そうです、そうすごい技術があるんで、いろいろ教わりたいなと思って、プロレスに、ね、行かせるようなこともね、なるほど、教わりたいで見に来て欲しいのね、見に来て、それもね、はい、あのもう痴漢とかあった時にね制圧できるような技いっぱいしてるからね、護身術を、そう護身術のね合気道ね、そうサイン会の後に、サイン会の後にある、なるほど、だからサイン会終わっても帰らずに、はい、あの見てもらいたいなって、まあ別にねあの時間があるんだったら時間がない人とかは帰ってもらいたい、ね、うん、逆に、はい、サイン会終わってこれだけ見たいっていうね、武術ファンの人はこれだけ見に来てもらってもいいの。なるほど、そうなるほど、だいたいまあ5時ぐらいに終わって、はい、あこれやるんだなと思って、はい、コラボ撮影やるんだ、あもうこの時に行こうっていう人もね、なるほど、どんどん来てもらいたい、なるほど素晴らしい、ね、600円払えば、はい、まあね入場無料だから、はい、ね、ライブハウスにドリンク代だけを払わないといけないんだけど、それを払えば見えるの、すごーすごいでしょ、ちょっと今回豪華ですね、いやめっちゃ豪華だね、なるほど、タイムスケジュール、はい、知りたいところですね、そうだいたいね、はい、大体のタイムスケジュールはこちら、はい、まずね12時半から入場整理券配布ね、あなるほど、前回も配ったじゃん、はい、前回もね、うん、結構ねあのもういっぱい並んでくれたんですよ、もう、まあ入れないってこともないと思うんだけど、まあ早く来てて入場整理券受けてた方が安心というね、そうですね、うん、はい、そういうところで、はい、12時半から配布します、はいはい、で1時半からは会場ね、はい、でグッズ&チケット販売ね、はい、グッズ買ったらサインしますよ、チケット買ったらスリーショット撮影ありますよということで、そうですね、これもまあお時間に余裕を持って来てもらいたいから1時半でちょっと長めに撮ってるんだもんね、そうですね、チケットというのは2月4日の仙台大会のチケットですね、ノア仙台大会のチケットがあるんで、はい、でそれ終わったら15時から開始ね、はい、ここであの橋本で、はいはいはい、登場してもらって、はい、俺 VS 橋本千尋ね行いますよっていうなるほど、何かの対決が、はい、でいろいろあって18時に終了予定ね、そうですね、うん、まあ、全部白川先生の撮影も終わるのが終わって18時ぐらいかなっていうところで、まあ、ここら辺前後するんで、まあ、そこら辺はまあいろいろね考慮してもらいたいなっていうところあるけどね、ということで、はい、こういろいろこれタイムスケジュールで、はい、こちらね、はい、フォトスポットありやった前回もやった、だから年表とかもいっぱい貼ってるよっていうね、はい、
そうですよね、ああ年表も入りましたし、ああなんなら去年より増えてますよね、年表ね。いやそうだ、年表も増えてるね藤浪辰巳ドラゴン年表も増えてるし、ドラゴン年表も増えてますから、ああそう、そういろいろ飾るものが ね, ねありますんで、これはあの剣王チャンネルファンはね、ああもう嬉しいですね、嬉しいと思いますよ、はいはい、でほぼスタン、今回はほぼスタンディング、そうですね、ちょっとこれ仕方ないんです、ちょっと、ね、たくさんの人に ね, ねゆとりあって見てもらいたいからっていうところで、はいはい、うん、でも、はい、あの優先席はありますよって、はい、でこれ優先席座れるのはね、本当あの お子様連れと高齢者と体の不自由な方だけのみですっていうね、はい、そうですね、前回もお子さん連れの方は結構いらっしゃったんですね、そうだね、そう でも本当ね、剣王チャンネルファンは優しくて、はい、あのね席座っててもお子さん連れ来たらね譲ってあげるとかね、はいはい、そういう精神を持ってるからね、相手を敬う心を持ってるやっぱ武術に携わってきてね剣王チャンネル武術結構ね出してるじゃん、そういう人はやっぱ心がね、そうですよね、もう、はい、すごいよ、相手を敬う心をね養ってる、ね、はい、優しい人だけど今回はね、はい、もうあのこの方のみということで、はい、うん、あのもう事前にねそうさせてください、ね、うん、ぜひ、はい、座れる席は、うん、あのそういうお子様連れ、そうだ、ね、お年寄りの方、うん、はい、体不自由の方のみとさせてもらえればと、うん、ね、でもみんなでねいいイベント作りましょうよっていう、ね、はい、ところだよ ね, ですね、うん、そう、前回もいっぱい来てくれたから、うん、今回は本当日曜日だからね、遠くの方から来てほしいですね、いや来てほしいね、それこそね、橋本もいるから女子プロレスラーファンでもいいんだもんね、はい、あそうだ、うん、俺なんて見たくないよって、ね、思ってもいいの、来てもらえるのいいよ、全然橋本選手見たそうで、そう、橋本を見に来て、はい、あ、スリーショットも撮りたいなってことであの仙台大会、はい、あ初めて男子プロレスを見に行くっていう人も全然いいもんね、いいですよね、チケット買ってスリーショット撮った後見に来てくれるってね、2月4日、ね、そう、仙台サンプラさん、はい、戦場ファンの皆さんもぜひ来てほしい、ぜひ来てください、はいはい、もう戦場ファンの皆さんもぜひ来てもらいたいし、ライオンマークの T シャツ着てくれても全然いいですよ、そうロスインゴの T シャツ着てても OK、 全然いいです、 OK です、はい、高橋のみの人間持ってる人結構いたもんね、前、はい、じゃあ仙台大会のこちらですっていうね、はい、2.4 ね、はい、あの仙台サンプラザホールで行いますと言ってね、はい、で15時から開始だからね、はい、そうですね、ノアの仙台大会が2月4日に行われますんで、うん、まずこのね剣王チャンネル公開収録仙台でなんでやるかっていうと、はい、仙台のプロレス熱、はい、東北のプロレス熱をね、はい、もっと高めるためにやってるからね、そうですね、ああこの公開収録見に来て、はい、こういうふうにねこうメラメラとプロレス熱を燃やさせてもらいたいなっていう、だって慶応さん公開収録2回目ですけど、うんうん、仙台でしかやってないんですよ、いや本当だよねいろんなところでやりたいなと思う、もうだから慶応チャンネルの聖地とも言える慶応なる聖地だね公開収録2回目聖地だね、聖地ですから仙台はね、そうよ、そう、白川先生だっているわけですから、そうだね白川先生もいるからそうだね、仙台もの多いね、そうですよ、ね、多い多い、ぜひプロレスを見てきてほしい、ぜひお願いします、はい、ということで、はい、チケット絶賛発売中、はい、1.14 公開収録の時連鎖にて販売あり、はい、チケット購入済みまたは当日購入の方は剣王&橋本千代のスリーショット撮影、はい、激レア今後多分ないそう、公開収録見てここでね、あのこのチケットを買ってスリーショット撮影をしてもらってこれに来る一番いいよ本当だ、ああ本当だ、ぜひ来てほしいですね、よかったです、はい、ということで、はい、この14日、はい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 、14日公開収録に、はい、俺がチャンピオンとしていけるかどうかはその前日、はい、こちらですそうなんですよね、これなんだよね、俺もちょっとね調子乗っちゃって、はい、あの防衛できたから嬉しくて、はい、公開収録のことをポーッと忘れてたよああこいつのアイアムノアを奪いたくて、はい、すぐでも欲しいって言ってここに指名したら、はい、あら公開収録の前じゃんと思って、そうなんですよ、前日の13日土曜日は後楽園ホールで、うん、GHC の防衛戦がありますね、うん、防衛戦があるこれに勝たないとベルトを持っていけない、そう、ああやっちゃったなと思ったけど、はい、勝っちゃいいんだもんね、そうです、これの大会に、そうです、そしたらこちらのベルトが仙台に持っていけることができるんだよっていうね、女子プロレス界最強のやつと対決しないといけないのに塩崎もね強いよ、それはもちろんこいつもね男子プロ最強ぐらいのクラスにいるけど、はい、2日続けてプロレス界男子と女子のトップレスラーと対決って橋本に勝てっかなってだからぜひこれ、うん、これも応援してほしい、うん、そうだね、2連戦よ、そうもちろん俺ここで体力負傷して橋本に臨むかもしれないから、はい、それぜひねこれ後楽園ホールもね、はい、チケット絶賛発売中だから、はい、うん、どんどん会場に来て俺の応援してくれって
この東京ね終わった後次の日仙台往復も余裕でできるからっていうね、はい、2連戦、なるほどなるほど、2連戦を県央でお願いします。大阪からもね後楽園見に来て、はい、それ泊まって次の日仙台行って、そっから大阪に帰るというそのいやもう可能よ。なるほど、うん、だからぜひ県央2連戦、はい、ぜひ皆様応援よろしくお願いしますということで、はい、これの方はどうしても来なかったらアベマで無料生中継あります。ぜひ、はい、こちらもね、はい、来てもらいたいですね、はい、もう仙台の人はアベマ見て次の日ね仙台レースが来るっても全然大丈夫です、はい、ということで、はい、振り返りましたらここですよね、はい、県央チャンネル公開収録 in 仙台2024ね、はい、入場無料、ただしドリンク代600円だけはかかりますよって、はい、1.14 ね、はい、あの15時開始ね、13時半から会場、はい、場所は仙台連鎖ね、はい、駅からも仙台駅からもまあまあ近い県央チャンネル公開収録、スペシャルゲストに橋本千尋なりました。もうこれね今後多分橋本と一緒に撮影するのもないかもしれないからね、はい、ぜひねこれ来てほしい、はい、で仙台のプロレス熱を盛り上げてボーンとね、はい、もう 2.4 もね引っ張ってきますということで、これからは、東京のみならず仙台のプロレス熱をもっともっと盛り上げていく剣を俺についてこい。剣王じゃんけんじゃんけんほい。